始まりました、青チャンネル、イエーイ。はい、青 YouTube チャンネルの MC を務めます、青公式サポーターの諸岡咲です。さて突然なんですが、皆さんインター FM897 で放送されているおしゃれライフという番組ご存知ですか？このおしゃれライフは毎週土曜日14時からインター FM897 で放送されている番組なんですけども、青の情報や毎週素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしている番組です。表参道の情報や、あとゲストさんのライフスタイルとかのことについてお伺いしながら、午後のひとときにぴったりな音楽をお届けしている、そんな番組になっております。で、今回はなんとそのおしゃれライフからパーソナリティのシャウラさんに来てもらいました。はい、来ちゃいました。嬉しい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。諸岡ちゃんはね、もう本当にずっと番組のサポートをしてくださってて、はい、ね、インタビューに行っていただいたりとか、はい、いろいろ試食をやってもらったりとか、意外と長い付き合いなんですよね。そうなんですよね、確かに。なんですけど、なんかちょっとこうやってしっかりお話しするのってなんか意外と初めて。初めてですね。なのでちょっと今回、いつも私がちょこちょこ入らせていただいてるんですけど、今回はちょっとがっつりシャウラさんのことについて深掘りしていきたいなと思いますので。照れるな。よろしくお願いします。はい、で今日はもうちょっとシャウラさんに聞きたいことがありすぎて、まとめ、私一人じゃまとめられなかったので、ちょっとトークテーマを3つに絞ってきました。はい、はい、まずじゃじゃん、こちら、This is おしゃれライフ、そして表参道のここが好き、もっと教えてシャウラさん、この3本立てでいきたいと思います。じゃあ早速始めていきたいんですけど、まあ、この This is おしゃれライフということで、最初のお題はこのおしゃれライフの魅力について深掘りしていきたいなと思うんですけど、なんか結構おしゃれライフっていろんな素敵なゲストさんが毎回いらっしゃると思うんですけど、まさに、今までそのシャウラさんがゲストさんとこうお話ししてて、例えばどんなゲストさんがいらっしゃってたりとか。でも本当にこの番組は素晴らしいゲストがもう勢ぞろいしている番組で、結構この人来てくれるかなと思って思い切ってオファーして意外と来てくれたりとか、本当に出会いがたくさんある番組でしたね、私にとっては。で、例えば、柴崎幸さんだったりとか、ラグビーの稲垣選手だったりとか、もう女優さん、ミュージシャン、クリエイターの方とか、本当幅広く、番組でお迎えしていて、その方のライフスタイルだったり、どうやってそこまでたどり着いたかだったりとかを聞いている番組です。なるほど。じゃあ結構そのゲストさんの、普段の顔以外のところとかも結構深掘りして聞いていたりとか、そうで、やっぱりそれがラジオの魅力かなって私は思っていて、もともと私はすごいラジオが大好きで、ラジオのいいところっていうのは、こう普段なかなか聞けないところまで深くいけて、聞いてる人も一緒にその場で聞いてる感覚になれるっていう魅力があるかなと思ってます。なるほど、ここでちゃんと2人で会話してるけど、そこになんか混ざってるような。そう、まさにそれ。なるほど、それ素敵な番組ですよね。もうでもその例えばいろんなゲストさんからいろんな話を聞いてると思うんですけど、なんか忘れられないエピソードみたいなのとかってあったりしますか？いやー、そうね、難しいな。もう本当に素晴らしい人が多いんで、なかなか決めるのも難しいんですけど、私がすごく粘ってどうしても呼びたいってなったゲストがいまして、それが南谷麻凛さんっていう、日本で一番若くしてエベレストを登った、女の子、19歳の時にエベレストを登ったんですけど、彼女のトークと話はもう本当に心に刺さって、こうマインドの力、こうゴールを決めてそれに向かって努力をすれば、私たち人間って何でもこなせるんだなっていう、とても私にとってもパワーになった回だったんですね。だから未だにやっぱりマリンさんは心にも残ってますし、その時話してた内容も未だになんか自分の人生でこう困ったことがあったりすると、その時話した内容がちょっとよぎったりするんですよね。すごい、それだけたくさん毎週いろんなゲストさんがいらっしゃって、皆さんきっと素敵なお話聞かせていただいてると思うんですけど、それだけ強い思いで呼ばれて、やっぱりこうなんですか、なかなか聞けないお話というか、
自分の人生の支えになるようなお話ってなかなか出会えないですよね、うん、いやまさにそれなんですよ。で私もやっぱり結構、うん、じゃあどういうとこからモチベーションが来るかっていうと、うん、やっぱりいろんな人いろんなことを乗り越えてる人の話を聞いていく中で、うん、それをちょっとずつ自分の人生に取り入れてってそれがすごいパワーになってるんですよね。そうなんですね。そういうのをみんなにも届けたいっていう気持ちで、うん、いつもおしゃれライフはお届けしています。なるほど。じゃあいろんなゲストさんからシャウラさんも元気をもらってその元気をみんなに分けてるそうって感じなんですね。っていうつもり。はい、皆さん元気をもらってください、はい、え逆にじゃあそのいろんなゲストさんがいて緊張したなって回はあったりするんですか？なんかいつも結構緊張しないでいろいろ聞けるイメージだからあるのかなって。あゲストで緊張か、うん、あのでも、はい、スタジオではなく、はい公開収録をやるんですよ、はい、この番組 で、これだいたいワンクールに1回、うんうん表参道青の中でお客さんを入れて、はい、そこでゲストさんをお迎えして話すんですけど、うんうんはい、私ラジオはもうアットホームなの、うんうん、ラジオのこの場所っていうのは自分のゾーンに入ってて、うんうん、なんか知ってる人と話す感覚ですごいリラックスしてできるんだけど、はい、こう人前に立つのがとても苦手で、意外です。基本的に毎回公開収録は緊張してます、はい、人が目の前にいるともうとりあえず緊張する、そうなんですか、うん全然1ミリも感じませんでした。いやいやいや公開収録毎回見てますけどいつも台本震えながらこう私あのステージに立ってる意外じゃあちょっと次回の公開収録はそんな目で見てみてください。そこはぜひ注目しないでください。じゃあちょっとまだね聞きたいこといっぱいあるんですけどじゃあちょっと次のお題に行きたいと思います、うんうん、じゃあ第2弾表参道のここが好き。シャウラさん結構、まあ、お仕事も含めて表参道に行かれる機会多いと思うんですけど、うん、多い。表参道は、うん、いい場所だよねそうですよね。いいよね。シャウラさんのその、まあ、特に好きな場所というか、まあ、例えば、うん、青に来た時に絶対夜お店とかはあったりするんですか、うん、でも青で私が行きつけのお店っていうと、うん、もちろん紀ノ国屋さん。これ毎回私も放送で言ってるんだけど、はい、紀ノ国屋のあのセレクション素晴らしい、はい、あとあんなに綺麗なブドウ見たことないっていう、はい、確かに果物とか野菜とか綺麗ですよね。でやっぱりね、うん、もちろん普通のスーパーに比べたら紀ノ国屋はちょっと高いよねっていう印象を持ってる人多いと思う、うんうん、だけど買ってみて食べてみると、はい、その違いが味で出てるっていうのはすごく感じる。最近だったら何買ったとか。果物が多い。あとはあそこのお肉屋さん、はい、でしゃぶしゃぶ用の豚肉とかを買うんだけども、はいはい、全然自宅のしゃぶしゃぶがなんか高級レストランのしゃぶしゃぶになった感じになる。そうなんですか、うん、最高。そうだから紀ノ国屋は基本的に、うんまあ、青ビルで取材行ったりとか、うんうん、近くで仕事するときは絶対紀ノ国屋に寄って、はい、スーパー寄ってから帰るようにしてて、なんかちょっとスペシャル感も出るし、特に今コロナ中だから、うん、こうあまりね外食とかもできなかったりするから、うんうんうん、そういう時にじゃあ自宅での料理をちょっとおしゃれにしたりとかちょっと素材にこだわったりっていうのは、うん、ちょっと楽しんでる。シャウラさんのインスタいつもなんかもうなんか写真全部おしゃれで見てくれてるんですね。 ありがとうございます。なんか最近なんか麦わら帽子すごい被ってて。そう買ったの久しぶりに。あそうなんですか。そうあんまり私なんか服とかそんな買わないんですけど、意外でした。ちょっと暑いし、うんうん、太陽もうね私8月で35なんで、はい、こうシミとかも気をつけなきゃと思って、はい、ちょっと麦わら帽子買ってみました。そうなんですか。めちゃめちゃ似合ってるから、じゃ皆さんよかったらインスタを見てみてください。めっちゃ可愛いんですよ。ぜひじゃあちょっともっとねシャウラさんのことについてもっとガンガン聞いていきたいと思うので、でも最後のお題でもっと教えてシャウラさん。イエーイもうちょっとさっきからねちょいちょいもうシャウラさんのこと聞きたすぎてもう先に聞き始めちゃってるんですけどまあねだからシャウラさんといえばもうやっぱり、ね、さなんかもうすぐ35とかおっしゃってたけど、すごい抜群のプロポーションを持ってらっしゃる。いやなんかこういうのは照れるな。本当のことでも
どうやってスタイルを維持してるとかあるんですか？なんかこう気をつけてることとか。でも、うん、まあ元々私モデルの仕事で日本に来てて、うん、でモデル時代はもうやっぱり体での勝負、なんかそれ変だな体の勝負じゃないや、でも体が整ってないと仕事にならないから、もちろんそのダイエットだったりとか、うん、ジムに通うっていうのがすごく普通にやってたことで、うん、まあ、30歳になったタイミングで、はい、もうモデルの仕事は全部やめようと思ってやめて、はい、もう 100% そのラジオだったりテレビの仕事に切り替えたタイミングで、ちょっと解放されすぎちゃった部分があって、なんかもうジムなんて行きたくないみたいな風になって、自由に食べてたし何でもしてたんだけど、やっぱりねそれはダメだし、あのせっかくだからねこうキープしなきゃな、健康のためにもそうだし、だから今はガンガン運動するとかっていうよりは食事のコントロール、そしてお散歩が多い。もうお散歩大好き人間で、はい、東京の街中のなんか知らない道とかを通って帰るのもすごく好きだし、はい、なんかこんなとこに古い家が建ってたんだとか、はい、こんなとこにこんななんか高級なマンション建ったんだとか、はい、そういう発見をしながら歩くのが好きで、だからお散歩であの運動をとって、はい、うんうん、食事はまあ食べ過ぎないことかな。なるほど。じゃあちょっとバランスよくとって、バランスよく、あとは食べるもの、食べるときはもうがっつりもう気にしないで食べるけど、はい、普段の食事はちゃんと野菜だったりお肉、うん、炭水化物をバランスよくとって、うん、やっぱりパンパンになるまでは食べないかもしれない。あ、ちょっと満足したらやめる。そう、それが難しいんですよねあの猫ちゃん飼ってるじゃないですか、はいはいはい、シャイラさん、最近どうですか、こうおうち時間が増えて一緒にいる時間増えましたそう、めっちゃ可愛いよめっちゃ可愛いよあの、はい、ジュリエットっていう名前の、もうすぐ10歳の猫なんですけど、そんななるんですね。そうだから旦那さんよりも付き合いが長いっていうね、まあなんとそうなの。でも、はい、やっぱ10年の付き合いだから、うん、もう本当に本当に可愛いのでなかなかそんな10年も付き合いがあるって、うん、なかなかないですよね、友達でも。なかなかない、うん、でインスタグラムも作っちゃって、はい、ジュリエットのジュリエミャオズン東京、ね、ここに出して、うん、こうやって概要欄に載せておきますっていうあのインスタグラムをやってて、はい、彼女目線からのインスタグラムで、そうだから彼女は私を飼ってる、もう生活がもうジュリエット中心だからなんか布団とかに入ってベッドに入るじゃない、はい、でジュリエットがすぐ来て、はい、でじゃあその後に旦那さんが来ると、うん、なんか絶対気をつけてジュリエットが今寝てるからって言って旦那さんなんかこんな感じで入ってくる旦那さんの方が避ける、うん、そう旦那避けてもらう、避けないと私が怒るみたいな、だから気持ちよく寝てるんだからみたいな真ん中で寝ちゃってたらもう寝れない。あ、そう、もう2人ともこんな感じで寝る中心中心、もうだいぶ中心ですね、うんかわいい。もうちょっとね、もうもっともっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、もうちょっとね、時間、あの、夜が明けちゃうので、ちょっとね、じゃあ最後に、シャウラさんにもう一度、ちょっと番組のお知らせをしてもらいたいと思います。うん、はい、おしゃれライフ、青プリゼンツおしゃれライフなんですけど、うん、インタイフェム897で毎週土曜日2時から放送しています。で、まあ、本当にね、幅広くいろんなゲストをお迎えして、本当先ほど言ってくれたように、おしゃれな、土曜日にぴったりな曲をかけながらお届けする番組なんで、ぜひ聴いてください、うん、はい、お楽しみに。あの今回そのおしゃれライフの初回放送は8月7日から、放送予定になっております、うん、詳しくは番組の概要欄の方に載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください、そして青のこの、青チャンネルのチャンネル登録もぜひ忘れずにお願いします、じゃあそれでは今日はシャウラさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしてます。じゃあ皆さんまたね。